よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、今日は、待ってた、今日はあのシュプリームから、はい、ミツハでいいんだよね、名前、はい、ミツハでいいんだよね、はい、ミツハ君と、はい、シュン君に今日は来てくれました、はい、ザッシュです。どうもザッシュン君なんか髪切ったんだね、結構。そうなんです、はいはい、髪切って太りました。太った、はい、結構ちょっとなんか2週間ぐらい会わないうちにすごくそう、食べ過ぎちゃった、いい感じに服用感になりましたよね。いい感じ、いい感じ、はい、ちょ、俺ね、はい、個人的にミツハに会いたくて、はいはいはい、ちょっと今日はね、ミツハに来てもらったんですけども、ありがとうございます。おしゃれさんなんだよね、すごい。いやいやいや、なんかあんまり特殊ですよね、ちょっと、はい、特殊特殊、真ん中キャッチってもすごい間違えられるんですけど、いつも確かにすごく間違えられるんですけど、キャッチの、キャッチの、キャッチにしてはまだ、もうちょっとこっちの方がおしゃれなんじゃない？ありがとうございます、ありがとうございます。あいつら防寒しか今考えてない。ああ、そうですね。寒いから防寒とか考えてないですね。考えてないでしょ、前から。エビってなんだ。エビってどうした？シュンは今日ははい、結構飲んだんですか、シュン君は。そうですね、むくみです、これ。そうです、むくみだ、むくみっす、これむくみだ、はい、あ飲むと、うん、そう飲むとなんか最近こう露骨に出ちゃうなっちゃうんですよね。あ、はい、そうなんだ。なんか最近結構背景は背景これわかんないです、なんとなく、そうです、なんとなくエブベブざっくりな感じです、なんとなく、はい、エブベブただ眠じゃん、急遽言えないことができたんで。そうですね、はい、ただ言っていいのか分かんないんで、ちょっと伏せとこうって伏せとこうっていうやつでね。そうです、そうなんですよ。あれ、あ、そっか、それのこれか、うん、もしかしたら旬じゃない可能性あるんだけど。あ、もしかしたら旬じゃない可能性あります、もしかしたらですけど。あの、え、何さんですか。気遣いちゃったらしょうがないですね。え、まさか、え、どうもー、はずきでーす。はずきか、どうも。いや、だと思ってたんすよ、ね、だよ、また来ました、はずきか、誰、誰、そうですよね、そんな気にしましたよ。誰かだ、知らない、知らない、逆に、そう、あ、普通に心、心のないね、デブ背景の人、背景の人がそれだけはダメ、ハズキヤバい、背景の人だよ、こんな顔してない、背景の人がそうですね、こんな顔してねえだろう、デブっす、デブじゃない、ハズキっす、背景デブ、そうなんです、先日までね、マジェスティでプレイヤーやらせてもらってて、はい、そうなんだ、プレイヤーもやってたんですね、プレイヤーもやってましたね、はい、でブランドもやってるんですよね、だからブランドもやってた、ゴリラじゃねえよゴリラもやりつつ、ハズゴリラ、ハズゴリラやりつつ、ハズゴリラ、ハズゴリラやってた、デブもやってた、結構忙しいな、人気タレントみたいなもん、俺に入ってねえよ出てきちゃったね、ちょっと出てきちゃった。今はプレイヤーがられて、はい、今はスプリームの代表として今、はい、やってます。ありがとうございます、よろしくお願いします。ようやく仮釈放、悪いことしてねえわ、捕まってたんか捕まってたんか、あながち懐かしい話だ、懐かしい話だけど、あれだよね、ちょっと前入れ墨めっちゃ入ってない、そうですね、ちょっとさ、これ脱げば、あ、これですか、うん、そうですね、これはこれの意味はまあ、これはあれでしょ、ガンツのあの、でっかい、あー、そうそう、違う違う岡八郎が持ってるやつだあの手長くなる、はい、あれじゃなくて剣みたいなのシュッて出てるあれ、これらしかわかんないあれか取ったガンツね、知ってるでしょ、知らない、知らない、意外と知らない人いる全身入れてるの、全身はまだだね、うん、全身はまだ、これから、これから、これ何、これここは、ここは、おぉだね、おぉ、ちょっと腕もちょっとめくってみたら、ある、おぉ、袋入ってん、袋、なんかあれだね、その和製の人よりもちょっとそうユニークっていうか、そうなんです、全部フリーメーションの類だね、そうなんです、全部汚りでね、はい、あーどうもーめっちゃ入ってたよ、あ、新しい朝が来た、すげえ朝が来た、見たかったよこれ、ちょっとアップできないですかこれ、これアップできない、これもう近づくしかないんですかね、アップできない、これアップできない、ああいい感じ、これアップできますか、アップできます、すげえ、おお、すげえすげえ、これね、ああ画質がな、姫木さん俺じゃねえよ俺じゃねえよ、クローズアップ間違っちゃって、ちょっと、これ袋わかんない、袋、あ、袋、あ、いたちょっと伝わるこれなんか意味はあんの、ちなみにこの、いやなんか、あ、まあ一番上はちょっとこう見づらいですけど、あー、ピエロだ、そうなんですよ、やっぱね、なんかピエロ感あるもんね、トランプとか、ピエロがとっても大好きで、
そうなんですね。なんかまあ袋ちょっとありがちになっちゃったかなって感じなんですけど。え、ありがちなのこいつ、結構ありがちになっちゃったかなっていう。入れてないから分かんない。ありがちなのか、それが出たのか分かんない。ドラゴンみたいなやつじゃないの。あー、ドラゴン、のぼり竜、のぼり竜、のぼり竜、それもう、のぼりじゃない。それはもう本当のやつです。あ、本当のやつ。はい、なんかあんまここじゃ言えないかもしれない。ピエロだ。本当のやつ。え、ここもピエロだ。あ、本当だ。なんか、ピエロ、怖い。なんて意味、道化師、道化師、道化師。いや、なんかピエロってなんかすごい真面目に語っちゃいますけど、なんか悲しみを司ってる道化師らしくて。乾杯しますか。乾杯しましょう。とりあえず、とりあえず、とりあえず、よろしくお願いします。一番左が姫木さん。姫木さん、姫木さんです。あ、僕です。しかもなんか字めっちゃちっちゃ。ごめんなさい。姫木は真ん中では怖い。いや、姫木、姫木さんすごく怖くなっちゃう。姫木右から、みんな姫木でいいんじゃないですかね。背中も入ってるんですか。背中はこれから入れようかな。あ、そうなの。今落ちた。お腹工事してる最中なんで。工事、はい、いや、怖いよ。工事なの。お腹メンテナンス中なんで。お腹のメンテナンスが起こったらあれじゃないけど、太ったらさ崩れちゃう。いや、もうそうなんですよ。あ、俺ダメじゃん、入れられないじゃん。やばいじゃん。でもどうなんですかね、最初から入れてたら痩せた時にちっちゃくなるんですかね。あー、確かにね。デブ状態で入れたらどうなんだろう。デブ状態、色っぽくなりそうじゃないですか。デブ状態で入れたらギュッてこうなるね。なんかなんかこう、あれだね。デブだけどやめたほうがいいね。ピエロとかちょっとかっこいいかも。俺もし入れるんなら、もう入れる予定は今のところないけど、もし入れるなら何のキャラがいいかな。俺だったらあれですね、ここにマクドナルド入れます。あー、いいね、いいね。ぽいですもんね。ケンタッキーとかマクドナルド、ロッテリアとか、いろいろジャンクフードのやつ入れて、マックとかからね、ありがとうってメール来るじゃない。スポンサー、スポンサー、スポンサー枠、この体のスポンサーそこなんだな。あー、スポンサー枠なんだ。アルコ国と。よかった、よかったですよ。かった、よかった。いや、いいですね、スポンサー枠。レッドロブスターだから最高っすね。もうなんかバーガーキング、デブキャラなんだもん。デブキャラなんだ。安定しますね。プレイヤー上がっても関係ないみたいな。どうすか、どうすか、まあ同じ店だけども、こう立場が変わってみて。いや、どうなんですか。まあ楽しくやってますよ。まあ、いいね、いいね。まあみんなちゃんと食べてくれるし。うん、けどデブに厳しいな。痩せろ痩せろとか。痩せねえよ。デブに厳しいな。痩せたらもう本人はこんな状態じゃねえよ。本人は今日はあれです。ただ会いたかったんです。いや、なんか、はい、会いたかった。一応なんか、あれですよね、名目はあるんですよね。名目、いや、ないです。ないんですね。ないんだ。無視なしで。くくり、一応考えたんですけど、くくりなしで。くくりなし。あ、あんまり、一緒に働いたことあるんですよ、数日間。そうですか。はい、シュプリームはありましたよね。真ん中は葉っぱすくぞ。お前ふざけんなよ、お前。まあそうなんか、まあまあまあ、好きが嫌いかって言ったら好きかもしれない。やめろ、危ないだろ。大地社長めっちゃ切れるよ。めっちゃ切れる。それだけはやめろ。大地社長で済めばいい話よ。葉っぱじゃない。まだ済む、まだ済めとけ、やめとけ。アイコスの話でしょ。そう、アイコス。なんだ、タバコ吸わないですよ。やめろ、この話は。タバコ吸わないですよ。この話やめろ、この話やめろ。やめましょう。学生吸うやつ危ない、危ないから。これ誰が見てるか分かんない。顔が覚醒してる。目バチバチしてる。ただの垂れ目だもん。すげえおしゃれなの。ちょっとね、ほんとみんなインスタ見てほしい、この人の。すっごいおしゃれですよね。いやいやいや、もうやばいのよ。身長も高いし、僕も身長変わんないです。メイクとかね、チャキチャキやってんだよね。まあチャキチャキ、そうですね。ちょっと好きなんですよ、チャキチャキが。いや、素晴らしい。昔ね、ちょっとやってたんですよ、高校生大学ぐらい。ちょっと古着だったんで、リメイクとか。ヒミキさんもかなりおしゃれですよ、いつも。僕も拝見してますけど。拝見してます。拝見させていただいてますけど、もちろん。やっぱファッションリーダーに言われると嬉しいね。やめてください、本当に。やめましょう。ファッションリーダーに言われると嬉しいわ。いや、それも本当、どこ行ったら会えますか。この右の人、どこに行ったら会えますかって、多分身内の幸せだと思ってるでしょ。いや、もう、俺ね、思ってる。多分、そうですね、シュプリームの純也店長か、リオナプレイングマネージャーだと思ってます。多分ね、シュガさんだと思ってる。ですよね。バレた、バレた、バレた、バレた。それいいね、それいいわ。けど、よかったらね、どこにいるか言っちゃう。そうですね、一応クラブシュプリームにいるんで。はい、ぜひシュプリームですよ。いや、いいね、目の輝きがいいですね、やっぱね。目の輝き、目の輝きがやっぱいいですね。いや、俺から見てもそうですか。素晴らしい、カラコンのおかげですね。キラキラこうやってやったらかっこいいじゃん。いや、こうしちゃいましょう。あ、かっこいい。イケメンですか。イケメンですか。せーの。あー、どうも、近藤花でーす。どうもー。グイ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 。あ、思い出した。ちょっと
花見したいんで。あ、いやいや、あ、そう思い出しました、ね、確かに花見話してましたよ。花見したいですね。開花宣言もありましたもんね。あ、なんか来週でしたっけ。え、もうあったの。え、あったんじゃない。なんか雨の日に寒いけど咲いてたみたいなね。そうです、そうです、え、あ、もう咲いてるんですか。うん、一応開花宣言が。へぇ、お花見したいんで、ちょっとお花見しましょうよ。本当はお花見したいですね。ちょっとね、桜のセット持ってこうかと思ったんですけど、うん、ちょっとあの、なるほど、ナイトチューブがダメって言うんでね。あ、そうなんですか。ダメって言われたんですか。ダメっていうか、ケチだな。結構ケチなんですね。融通効かないからね。融通効かないですね。大丈夫、呼ばれなくなっちゃう。しょうがない、知らないぞ、俺。呼ばれなくなっちゃう。呼ばれなくなっちゃう。ナイトチューブ壊れてるね。ダメダメダメ。言わないで、言わないで。クソ上とかやめろって。やめろやめろ、謝るって。やめろやめろ、謝るやめろ。ふざけてるわ。やめろ。ここでね、引いてね、ブルーシート引いてね。あー、やりたかった。やりたかったっすね。桜くん言ったんだけど、企画行ったらだって、いや、それできないっすわって言って。いやー、もうそしたら、あれ、そうだな。そうだな。桜吹雪入ってる人連れてくればいいですね。危ねえやつだよ、危ねえやつ。危ねえやつだよ、ドンってやるやつだよ、それ。うわっ、スローってドンってやるやつ。やばいやばい。あの、スタッフそこにいるんだけど。すぐそこにいる。すぐそこにいる。バレてるからね、バレてるから。全部聞かれてる。全部バレてるから。来週の放送ないかも。ライブでバレてるから。来週でないかもな。そう、あるかもしれない。あの、ちょっとね、来週が、ちょっと、はい、あれだったよね。僕、韓国行ってるんですよ。あ、そうなんですか。来週の放送が。なんで、ああ、そうなんですか。そしたら、ちょっと、海外から配信できるかわかんないですけど、もしかしたらできるかも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 。それ僕連れてってもらえるんですか。はないっす。ない、あ、それはないっすね。僕、僕じゃあついていきますね。行く。はい、マジ。おかしいだろ、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 おかしいだろ。カバン持ってくれたら全然出して。いやー、もう全然カバン、ヒエキさんのカバン持たせてもらえるな。いくらでも持ちますよ。カバンでいいんですか。いやいや、もう俺、おんぶして歩きますよ。いや、もう瀬戸ごと行っちゃいますか、監督。花見の瀬戸ごと。なあ、いいね、いいね、いいね。行きますか。それで行く。これ、もろ、もろもろ、こっから移動。こっから。いや、もう、大変だ。咲いてんのかな、花。いや、咲いてないと思うんですよ。桜あるんですか。桜、そもそも。桜って日本得意じゃないですか。いやいや、でもアメリカにありますよ。まあ、日本のを持ってってますけどね。すげえ真面目に行っちゃいますけど。はい。すげえ真面目に行っちゃいますけど。なんか、真面目じゃないかい。ぐ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 い。グイ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 。あ、確かにね、背景桜にしますか。できますか。ありですね。いやけどいい、変えちゃって。まあしょうがないっすね。でも桜ぐらいの輝きを放ってる姫木さんがいますけど大丈夫っすか。やめろ、そうです。あんまりスタッフ叩くと赤回されるよって。やられたことあるやな。前またされたって。何したんだよ。多分悪悪された。恐ろしい言葉書きまくったんじゃないの。ちょっとで、いいと思うけど。よくない。おもろいから。ニュージーランドバロンとマジェスティ行ったことがあるっていう。ああ、バロンとマジェスティ。じゃあ会ったことあるかもしれない。結構じゃあ会ってますよね。会ってるかもしれないですね。だけどこのゴリラは見たことありますか。どうも。右側にいっぱい一匹いるいるから。ああ、ゴリラ違うわ。後ろか。後ろすごい。ゴリラほどすごい体じゃないですか。けど意外に小ゴリラですね。小ゴリラ。痩せた。いや、多分髪の問題ですね。髪の問題です。だいぶさっぱりしたよ。そうですね。だいぶ切りましたね。おしゃれおしゃれ。頭1個分ぐらい。10センチぐらいいってますね。結構やったね。だって僕、前髪ここまでありました。ですよね。前髪そんなったっけ。前髪こうしたらここまでありました。顔全部隠してたもんね。これ何だからあの、あれなんですよ。風呂出てきて、髪乾かすと、ガッチャマのヘルメット。ガッチャマわかるかな。あ、これもぜひ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 、ありがとうございます。何でも送ってください。はずきのやつだけ、あの RH の H のとこ RR にしといてください。なんで。あら、あら、出てきませんって。 ID が間違ってます。こっそり気づかないいたずらしてみよう、ちょっと。じゃあ H か、いいじゃん、 N だな。いや、ほんとね、みんなインスタ見てほしいわ、こいつの。いや、ほんとに。マジでおしゃれ。マジでおしゃれだから。ほんと、インスタ。なんかやってんの？なんか、撮影とかよくあれしてるけど。あー、今まあ、今最近ちょっと、あれなんですけど、あの、ちょっとまあ、お友達の。桜になってますね。桜になってますね。いい感じの。はい、ちょっと。お友達の。お友達が働いてる、はい、ブランドのところでちょっとお手伝いを。いや、すごいね。おー、すごいっすよ。おしゃれだわ。お手伝いを。おしゃれだわ。一番左の人、左の人、左の人、はい。ああ、あの名前。いや、いい感じでも。やばいよ、やばい。今電話したら出てくる。姫木さん、ぜひ追加してください。よかったら。今電話したら出ないかな。今電話したら、あ、いいです。でもリアルになりますね。全然あの繋げるんで、あの
いいですよ。声バレますけどいいですか、そう、バレバレますね。声も入ってるやつやり、全バレしちゃいますけど。やめろよ、やめろ、叩くな、そんな。アカウントされるぞ。やめろ、ほんと。いいね、やってくれたんだから。こういうところではちょっと花見できないね、そんな。あー、でもなんかいい感じですね。逆にいけないですからね、こんなところ。もうちょいしょぼくていいわ。うん、なんかその桜の木だけでよかった。いやなんか道路脇ぐらいの感じで。ほんとスタッフやめろよ。ちょっと多分このスタッフ言ってる、多分あの後でちょっとイライラしたで、全部やろうしかに真っ暗になったら知らない。この ID やべえなっつって、怖すぎる。こいつだわ。いやでも花見か、背景よう変わるな、富士山により、よりなんかあれだな、コフになっちゃった。なんか俺邪魔じゃん。多分これ桜じゃなくて梅だな、後ろ。あ、これ梅か、後ろ梅だね、強いね。しかも富士山、あ、でもこの辺桜かもしれないですね。梅けど、俺の方梅っぽい。そうですね、梅ですね。この辺梅ですね。この辺も梅。手前の木枯れてるじゃん。枯れてんじゃねえんだよこれ。やべえわ。まだ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 五分咲きだよ。今やってるわよ。プレイヤーは今僕らで、はい、スプリームと、スプリームです。僕がキングでやってます。はい、店違うんですけど。そうなんですね。ぜひ本当に遊びに。いや、もうちょっとまたちょっと営業したいでしょ。いや、したいですね、ぜひ。楽しい、楽しい。いや、もう本当にこんなおしゃれやろうと働けない。楽しいわ、毎日ワクワクする。いやいやいや、もう本当に楽しい。そんなすごい格好できますからね、ちょこちょこ。本当にすごい、出勤してきた時は大体びっくりしますからね。誰ってなる。はい、常人には理解できない。本当におしゃれってやっぱそうだよね、けどね。まあ、なんかあれなんですよね、なんか羽織ってたら僕が、あの、それもし同じように真似たら多分なんていうんですか、ホームレスみたいになっちゃうんですよ、多分。ほんとそうなる、ほんとになっちゃうんですよ。あ、LINE っすか。ありがとうございます、ありがとうございます。というか、あれだね、そしたら今度誰か生放送とか、放送中電話とかでしみたいな。あー、いいですね、面白そうですね。おもろいかもね。あの、なに、電話帳じゃあ数字決めて、それのやつ何番目、あー、何番目みたいな。お母ちゃんのことできたら地獄ですけど。いや、もう本当ですよ。そういう無茶とかあんましたことないですよね、ゆうべき。ちょっと誰かに今度ゲストにやらせようかな。あ、ちょっと面白そうですね。あ、さあ次行きましょうか。次の話行きましょうか。俺もうそういうのダメなんですか。いや、全然ありですよ。そういうのは何言ってんすか。陰で見ます。俺がダメなことないですよ。俺、僕夜姫駅で一回出てますからね。ああ、やります。じゃあ今やっちゃいますか。いや、イヤホンジャックあります？できない？イヤホンジャックあります？ありますね。いや、スタッフさん準備いいね。準備いいから。いや、これ繋げればもう OK ですか？これ繋げれば OK ですか？ありがとうございます。すいません。できるってよ。できるって。すごい。誰の携帯でかけますか？あ、じゃあじゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めますか？じゃん負け？じゃん負け。負けるんじゃないですか？負けた人が。いくよ。かけるんですか？で、かける。そう、負けた人がかける。最初はグー、じゃんけん、おい。いや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 、意味じゃないんだろうけど、結局負けるっていう。さあ、何番目がいい？あー、俺 iPhone7 や。あー、出たー。ないですか？ありますよね。セブン、セブン、ない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 、セブン用のやつありますよね。セブン用あったー。スタッフさん、さすがです。しかもなんか、なんかしかもすげーの出てきたな。すげーのあるやん、アタッチメントやるやんか。ちょっとみんな、あの、スタッフって言ってたやつともうちょっと褒めてあげて。もスタッフやもう、はい、やるやん。もう180度変わったよ、もう。スタッフやるやん。スタッフ180度変わったよ、もう。さあ、何番目がいい？何番目だね。じゃあちょっと電話帳どんぐらい入ってるかな。あんまないわ、あんまないわ。あります、あります、あるある、ある。あんましっかりめやるよ。すごいすごいすごい。そうっすね、そうっすね。すごいすごい。どんくらいだろうな、わかんない。はじき、かぎしめし変わって、いや、やっぱ店長じゃねえか。やっぱ店長じゃねえか。ちっちゃい字で送ってきやがって。あ、さっき登録してくれた人でかける。あ、そういう感じ。そういう感じね。ああ、なるほどね。あ、オッケーオッケー。はい、まあいいんじゃないですか。でもだけどね、男の人なんだけど大丈夫？怖い怖い怖いっす、怖いっす、怖いよ、怖いっす。何それ、怖いっすわ。なんかそれは、それは怖いから。いや、怖い、それ怖いから。男の人はやりましょう。それ大丈夫かな、本当に。いや、怖いっす。いや、それ怖いっすよ。いける？じゃあ今から登録してくれた人にかけます。誰だろう。斜め上行きすぎでしょ。男、男は怖いっすわ。いや、怖いね。いや、本当に。いや、もうさあ、あ、来た。え、
こっちじゃないですか。じゃあ、今来たんで、かけられるのかな、これ。追加しました、来ました、はい。あ、来ました、あ、本当ですか。追加しました、296番。ちょっと一瞬、タイムライン見ますね。あ、女の子だ、OK。はい、じゃあかけまーす。どうしますか、画像変更。大丈夫勢いしゅうためじゃん。これけど、いけるのかな、これ。これでいける？めっちゃ可愛いじゃないですか、イブイ。うん、あのイブイ、イブイ。イブイ。見せちゃダメでしょ。いや、見せるよくない。あ、ダメ、見せたら、監督の名前出ちゃいますよ。もしもし、あ、これいける？あ、あ、ってないな。繋がってない、ちょっと。繋がってない。スピーカー、ちょっと待って、スピーカー繋がってない。ちょっと待ってね。設定って、スピー設定って何になってます？ iPhone の。iPhone の設定？スピーカーフォンにしないと。スピーカーフォン。これすればいい。ちょっと喋って。はい。あら、スピーカーですよ。普通のスピーカーフォンだ。ちょっと一回切りますね。ごめんなさい。あ、そう、スピーカーにしたらダメなんですよ。あ、ダメ。じゃあスピーカーじゃなくて。スピーカーにしないよ。来ない？おー、いい。じゃあちょっと使えないかもしれないです。あ、ごめんなさい、入ってなかった。おー、いい。ある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 。もしもし。あれ？あ、ダメだ、繋がらない。ごめんなさい、一回切ります。はい、ちゅうことで、はい、はい、そういう感じで、ということで、あー、ね、あーあーあー結局スタッフ、スタッフダメだって言っといてもマイクで、ああこういうやつ、あ、なるほど、そういうシステムやつ、そこまですればね、あー、いいじゃん。あ、まあでも、まあこうつか、マイクあるんだったら、本当タモリちゃんとできるんだね、これできたのか。じゃあちょっともう一回行きますか。もう一回かけてみますか。もう一回、いいですか、もう一回行きます。私なんてみんな出てくる。いや、なんかすごい、ね、これ絶対の店長だろ、これこれ今日うちの店でやってたやつ。声かわいかった。行きます、電話します。これどこに入んの、これ。それ外さないとダメじゃないですか。あ、それでいいですか。これでいいのかな。はい、これ、あの、下を外さない。あ、でも後ろにやるかないですか。もしもし。はい、もしもし。おお、こんばんは。こんばんは。すげえ、なんかこれあれですね、あんまりテレフォンショッキングみたいな。あ、どこの誰かを聞くのはちょっと怖いから。ちょっと、そうですね、すいません、生放送中ごめんなさい。ありがとうございます。今は何してるんですか。今、半分寝てました。あー、半分寝てたね。リアルな時間だね。そうですね、3時ってなかったね。どうですか、3人の中で一番ちょっとあのイケメン誰ですか。ちょっとあの、あれ、あの、そんなもん、え、どう分かりきってる質問するんですか。ずるくないですか、分かりきってよかったら、あの登録させといて。分かりました、じゃあちょっと質問変えますね。はい、はい、ちょっとぜひ放送事故を起こしてほしいそうなんで、あの、爆弾発言してもらっていいですか。爆弾発言、はい、何か神ガード、やばくなりそうだったら切るんだよな。あ、そうっすね、やばくなりそうだったら切りましょう。あの、いくらでも言っていいですよ、何でも。爆弾発言、はい、例えば何ですか。その、まあ、この放送の人、実はこの人知ってるよとか。この、ああ、それ事故っすねとか、あの、実はね、あの、大人いっぱい一発やった。ああ、面白くないですか。あ、どっかの店の人てへてへみたいな。女の子としてどういけるってこと。どうですか、そのホストクラブは行かれたことありますか。あ、あります。あ、ありますか。どこが気にそうですね。行って今行ってるとこどの辺なんですか。今行ってるとこ、うん、めっちゃお店の名前ですか。お店の名前いいですよ。はい、プラチナ。あー、そっち行くね、そっち行くね。じゃあ今度ちょっとあのニュージェネどっか行って、あの、はい、他行ってきてくださいね。それでまたちょっと放送中やるんで。あー、はい、面白そうなんて。面白そうですね。喋っていきましょう。あ、はい。じゃあ電話ありがとうございました、すいません。はい、ではこそ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、意外と面白いかもしれない。いや、面白いな。意外と面白いですね。次、はずき。いや、え？いや、僕たち登録されてないから。お願いだから。単純に、俺すごい、すごいかけてきて。私にかけてきてって言うけど、わかんないから、誰か。怖いっすね。怖い。ちょっとおもろかったんで、ちょっとたまにやろうかな。いや、おもろかった。私にかけてきて、たまにやろうかな。いや、今度たまにやりますわ、ちょっと。まあ、ちょっと面白いっすね。面白いっすね、これ。はい、単純に次は電話帳の人でも。いや、怖いわ。危ない、かかって。危ない、かけて。
や、これ全部純也店長だわ。いやね、この顔文字分かったわ。全部純也店長でしょ、これね。これあの、さっきのこの小舞台もそうなんですけど、営業中の話題なんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もうローカルネタすぎて。なるほど、なるほど。もうで、今からもう店長電話してみよう。そうですね、ちょっと電話かけてみますか。逆にかけましょうよ。いいよ何が楽しいんだよ、この状況で。また男に電話してかけちゃう。いや、ちょっとまあ花見ね、いっぱいできて楽しかったんで、はい、もういやもう本当に花見できたわ、楽しかったんで。じゃあちょっとそろそろなんですけど、じゃあちょっとミツはさ、ちょっと次も、はい、またタイミング呼びたいんで。あー、いやもう本当、もう樋口さんが呼んでくださるならどこへでももう駆けつけるんで。マジで、どこへでも行きますよ。可愛い人なんだ。どこへでも行きますよ、もう本当。なんでちょっとなんかね、ニュージーでなんかおしゃれ部門ちょっと作りたいですね。ああ、じゃあ食べ物部門も作りましょうよ。あ、いいですね、グルメ。食べ物部門、食べ物部門。早食いみたいな。あ、早食い、早食い、大食い、大食い、めっちゃ早いですよ、俺。ああ、カレー作り15分で終わりますからね。大体デブってね、遅いって言うんで。僕めちゃめちゃ早い。早いデブ。早いデブ。うちにもあのデブいてマキってやつがいるんだけど。ああ、あれ遅いからね。あ、そうなんですか。あ、のんびりしてるイメージは。のんびりしてんだよ、あれ。多分あの檻に囲まれないと早く動けないって言われる。あれはロープにね、ロープに囲まれて、ロープに囲まれて、やべ、降りたかなって、カーンってなってからね。それまでなんかちょっとね、おっとりしてるんで、うちのデブは。デブってな、いや、おしゃれ部分もちょっとやりましょうよ。いいっすね、なんかもう、マジでもいますしね、俺、おしゃれな人。僕はシュプリームですけど。そうですね。あれも、もう、ファン翻してこう。当たり前じゃないですか。もう違うんだ。マジェスティあるんだ。サム付けされてくるね。じゃあ今日はね、あの、イケメン2人来てくれてね、今日はありがとうございます。いや、もう本当にありがとうございます。いや、春なんでね、まあ、いっぱいみんなで恋しましょうということで。そうですね。まあ、よろしくお願いします。季節ですからね。はい。そうそう。まあ、なんで、ちょっと来週、あの、韓国なんですけど、もしかしたらちょっと、うん、大丈夫かわかんないですけど、ちょっと楽しみにしてください。今月も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。バイバイ。先輩、なんだ、どうしても売りたいんです。でも、なかなかうまくいかなくて。お前ら、飲み汁のシステム知ってるか。だから、頑張れば売れるんだ。絶対やります。一生ついてきます。お前らやっぱり、飲み汁だな。